はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。目からしてます。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのランダムブースターボリューム4です。2016年12月22日発売の、ランダムブースターボリューム4 4パック買ってきましたね。はい、2パックずつ今回開けましょう。はい、レアが今回2つあるんだよね。うん、クワッドケタルカトルとドライガーサッシュ。そうそうそう、この2つがこの4つで出ればこの動画神回となるでしょう。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、これね、何かわからないから、うん、はい、レイヤーもディスクもドライバーも全部包装されてますからね。はい、やっぱり一番最初に開けるのはレイヤーかな。そうだね。うん、ドライバーがケタル型でお願いします。あー、デスサイザー黄色、ダークデスサイザー黄色、ケタルカトルかドライバーお願いします。おやった、やった、ドライガースラッシュ出た、出た、やったおめでとう、やった、早い。ということはこれヘビー出たってことだ。そうだね、よし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 、神回来てくれ。ケタルカトル、あ、またドライガー嘘嘘、ちょっと嬉しいけどさ、うん、これが被るのはいいや、うん、すごいな、うん、ケタルカトルプリーズ、カトルプリーズ、あーあー、嘘でしょ、何これ、全く同じもんが出ちゃったね。うん、はい、じゃあまず一つ目出たのがこちらですね。ダークデスサイザーバーチカルジャイロです。はい、はい、じゃあセットしましょう。はい、よいしょ。はい、こんな感じ。はい、まあ、ロックはいつも通り柔らかめだね。うん、でダークデスサイザーとは言ったもののレイヤーは全てクリアだね。うん、で黄色だからなんかライトデスサイザーって感じ、うん、綺麗だよ、うん、綺麗、全然ねダークな感じしない。確かに、うん、もう一個同じものが出ております。はい、続いて出ましたのがこちらのドライガースラッシュヘビーフュージョンですね。はい、組み立てましょう。はい、はい、よいしょ。はい、ちょっと固めだねこれはね。はい、はい、そしてもう一つ出ました。もう一つ出ましたね。これなかなかすごいことが起こったね。うん。うん、クワッドケタルカトル欲しかったけど、うん、まあこれはこれで良かったかもしれないですね。はい。はい、復刻版なのでクリアカラーではなくて、なんていうんだろう、白っぽいベースになってますね。うん、で、ドライバーのフュージョンも同じ色になってます。はい。はい、じゃあアングル変えてシュートしていきましょうか。はい。はい、ではまずは。ドライガーからシュートしてみましょうか。はい、ドライガースラッシュね。はい、3、2、1、ゴーシュー。お、やっぱりねバランスタイプだから、うん、真ん中に収まってくるね。うん、お、結構長くもありそうだねこれはね。そうだね。次、ダークデスサイザー。はい、それも一応シュートしてみましょうか。はい、3、2、1、ゴーシュー。やっぱりジャイルだったね。そうだね、ジャイルだから音がね、変わってるね。うん、ジャラジャラとなってますね。よし、じゃあ対決していきましょうか。はい、じゃあ僕はドライガースラッシュヘビーフュージョンにします。ダークデスサイザーのバーチカルジャイロにします。はい、はい、では行きましょうか。はい、今日は普通のスタジアムでやろうね、まずね。はい、3、2、1、ゴーシュー。よし、頑張れ。お互いにちょっと長持ち系だからね、どっちが勝つかだよ。うん、ドライガーの方をバーストさせるのはちょっとむずいかな。おっと、ああ斜めになった。3、2、1、ゴーシュー。おお、結構当たってる。ダメだ。わあ、さすがに。3、2、1、ゴーシュー。攻める攻める攻める。わあ、またやられた。サイクロンスタジアムについてたファングフェンリルブーストジャギーに変えます。はい、普通のベースタジアムでも言ってくださいってコメントをいただいてたからね。はい、やってみましょう。3、2、1、ゴーシュー。おっとっとっと、3、2、1、ゴーシュー。よし、おっと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 、いとい、とい、あー、これはきつい、きつい。ドライガー強いな、硬い、ドライガー。あ、スタミナ勝負に、あー、負けた。よし、うん、強い。3、2、1、ゴーシュー。来た、これ久しぶりに見た。ああ、こうなるとダメだね。真ん中に座ったもん。ドライガー、ドライガーが、これはもう中心を取った。あ、ダメ。
3、2、1、ゴーして。おっと、跳ねたよ、ドライガー。よし、攻撃攻撃。よし、いけ。あー、すごい。じゃあ、パパもドライガーでいくわ。おお。ただ、ね、微妙に違うんだ、これ。ステッカーの、ね、黄色い部分がついてないので、そこで判断しましょう。すごく判断しづらいけどね。はい、うん、で、勝負が決まった時にどっちが勝ったか分かるっていう感じですね。そうだね。3、2、1、ゴーして。あーっと、これでバーストはないだろう、お互いに多分。あ、パパ、あ、パパ勝った。3、2、1、ゴーして。どっちがどっちだ、今度こそ分かんなくなった。分かんないね。あ、斜めだった、危ない。斜めやばい。どっちがどっちだ。斜めにやっちゃう、きつい。立て直せない。あー、負けたかな。負けた、パパ負けた。はい、じゃあデュアルサイクルスタジアムでもやってみましょうか。はい、はい、では回すよ。スイッチオン。で、パパがダークデスタイザーに戻します。はい、これ戦い方が変わるはずだ。うん、いきますよ。3、2、1、ゴーシュ。あ、やっぱり真ん中に座れない感じだね。お、お、いいよいいよいいよ。倒せるか。お、いける。よし、3、2、1、ゴーシュ。あー、直接対決するとちょっとまずい。ドライガーね。ドライガー当てろ。おお、すごい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 。あー、ちょっと痛い痛い。おー、ぶれ、逃げた。あの子、おお。3、2、1、ゴーシュ。おー、跳ねた。あー、でもあそこには行ってないよ。ゆうちゃんはまだ、こっからだよね。サイト、あー、あー、すごい。おお、なんとドライガーに勝てる。ちょっとドライガーにします。ファングプンに使います。はい、3、2、1、ゴーシュ。いけ、ファング、サイクロン来い、サイクロン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 、ジョーカーじゃないけど。違うか。サイクロン攻撃、サイクロン、サイクロン、ダーイ、サイクロン攻撃で負けた。3、2、1、ゴーシュ。おっとっとっと、いい感じに攻撃が。おっと、おー、はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムブースターボリューム4でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価をお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメント。